式典か。それならパレードも呼んで派手にやろうぜ。よし、みんな並んだか。宴が始まるぞ。どうだ、似合ってるか。式典って大体がなんかのお祝いだろ。白い猿とか呼んでもっと派手にやればいいのにな。目の下の化粧、俺下手なんだよな。お前はなんかそういうのうまそうだな。式典くらいはバッチリ決めてかないとな。寮長としてスカラビアに恥は欠かせらんないぜ。式典服着たからって緊張してんのか。大丈夫、俺がちゃんとフォローしてやるよ。今度お前に俺のところのパレードを見せてやりたいな。ゾウやラクダやライオンや、とにかく派手で楽しんだ。そうかしこまるなよ。式典服でも俺は俺、いつものカリムだって。歌って踊って、あとはココナッツジュースがあれば世はこともなし、最高の人生ってやつだな。お前はまだ一年だし、慣れないことも多いだろ。俺とジャミルがいつでも相談に乗ってやるからな。寮長だから他の生徒よりはこの服を着る機会が多いんじゃねえのかな。ま、数えたことはないけどな。じゃれるなじゃれるな。後でちゃんと構ってやるよ。いつかお前も俺の実家に来いよ。最高のパーティーでもてなしてやるからさ。